新型コロナウイルス対策のため、政府は新たに宮城県にまん延防止等、重点措置を適用する方針です。今日夕方に正式決定する見通しです。政府は今日開いた専門家で作る会議に茨城など7府県を緊急事態宣言の対象に宮城県を含む10県をまん延防止措置の対象に追加する方針を図りました。 期間は日日から来月12日までででとし、し夕方の対策本部で正式に決定すす。る見通しです、ま、ん延防止措置が適用されると知事は時短要請に応じない飲食店などに対して命令が可能となり違反に対しては過料を課すことができます県内にまん延防止措置が適用されるのは4月5日から5月11日以来2度目です